ハロー YouTube、今日はですね、はい、大洗、茨城県の大洗に来てますね。僕あの大洗来るの初めてなんですよ。もう初めてですね。あ、本当ですか。今日はあのブルベの雲岩寺って言うんですか。そうですね、雲岩寺300キロ走ってまいります。はい、で、前の動画で宣言した通りなんですが、はい、ニューバイク買いましてですね、しかもなんとエアロというエアロ2台で、はいはい、今日は300キロ行っていきたいと思います。はい、頑張ります。あとね、あのなんか今日チャリダーがいらっしゃってましてですね、井野学さんがなんと走っているということで、はい、じゃあ行ってきます。今回のブルベはざっくり言うと茨城県大洗市をスタートし福島まで行き帰ってくるという内容で、レイアウトは開始から3分の2は山成分が多く、日が暮れた残り3分の1は海沿いを走るという内容でした。スタートして約60キロ地点 PC1 のすぐ後の鳥の子山椒神社はちょうど県境に立地する珍しい神社です。さらに一つ PC を先に進んだところにある今回のルートのタイトルにもなっている雲岩寺は、私の好物でもある自然と人工物が融合された風景が見られ、思わずため息が出てしまいました。その後は気温を意識しながら福島県平田村で折り返し、超ロングダウンヒルで一気に北茨城市までワープ、海沿いを走ってスタート地点に戻ります。今までブルベはほとんどソロ参加だったのですが、300キロの距離を誰かと一緒に走るのは初めてで、その点でも非常に勉強になる経験ができました。では雲岩寺300行ってみましょう。そろそろね、スタートしてから30キロ、ブルベでサルとか乗ってる人に、まあ、いろんなことを聞いたらね、何分の何終わったなみたいなことを考えると結構走りますよとか言われたんだけど、やっぱ残り10分の9かみたいな考えるとね、気持ちとしては暗い、嘘ばっかりこだろっていう感じですね。PC1 到着しまして、ね、54キロ地点でしたっけ、セブンイレブンでね、今もうすでにカップヌードル食ってますね。その後ね、 PC2 の後が多分ね、山で、まあ、そんな感じで頑張りますよ。ゴーゴー。じゃあこれから山に入っていきたいと思います。登りがね、始まりました。トータルで300キロで一応3000ぐらいじゃないかなと思うんですよね。うん、おお、へえ、ここが県境、ここが県境だそうです。面白いじゃん、全然こんな面白いと思わなかったな。自転車危ないねこれね。いい感じの景色が正面にもあるね。坊主頭みたいになっちゃったあのツートンカラーの山がねあー綺麗、ほら、はい、PC2 到着でーす。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。カロリーをどのくらい消費したか、1700だから700消費したな。やっぱなんか食った方がいいな。だいたいまあコーラ入れて700キロカロリーかな。走った分もう一回食ってちゃんと補給すると。でも基礎代謝の分入ってないから絶対このままって半額になる。次 PC3 は何キロ先だろうね。ちょっとちゃんと把握してないけど、まあなんとかなるでしょう。うん、あれこれお寺の近くかな。そして急に風情のある橋が現れまして、いやー、うっかり通り過ぎた。でもちょっと写真撮りたいっす。え、雲岩寺なのこれ。ぐ、ま、あ、雲岩寺って書いてある。雲岩寺でした。雲岩寺なんですかね、結局雲岩寺なんですかね。すげえ、よしよしよし、いやー、出す。岩瀬さんいいですか、写真撮んなくて。あまり人間と一緒に写真撮る。あ、そうっすか。そうっすか。あ、ですか。2つ目の山を越えて、これから3つ目の山に向かうけど、向かいます。お、チャリダースタッフ、まあ、あとやっぱ一応ブルベのコンセプトもそういう走りながら
地域のものをこう楽しむみたいなのもあるんで、ちゃんとそういうのを伝えるんでしょうね。はあ、栃木県那須町、はあ、福島だ。お疲れだ。福島まで来ましたね。だいぶね、気温が低くなってきた気がする。日は照ってるけど、風がすごい冷たい。やばいね、そろそろ。寒くなってきましたね。最高の気温が、さっきまで18度だったけど、今16度ですね。今時間は14時半、14時20分。だいぶ寒くなってきた。さあ、ここを左に曲がって白川の方に行く感じかな。風がマジでやばい。あの木の揺れ、もうね、真北から風が吹いてて、多分声聞き取れないんじゃないかと思うんだけど、すごい風がやばいですね。でもね、もうちょっとね、折り返しです。僕はね、もうちょっと掴んだことがあるんで、だいぶモチベーション上がってきました。ちょっとおしゃんしょん休憩を取りたいと思います。はい、この先で平田村というところに行くんですが、平田村をね、気温調べたらくっそ寒かったんですよね。だからもうこの辺からが本当に日が落ちるとやばい極寒になります。今日はなんかね、6時の時点で8度とか、それで21時の時点で、5度とか4度とかって書いてましたね。はい、なのでその時間になる前に、まあちょっと防寒対策として抜けたいですね。まあ、これが400とかね、600を挑戦していきたいなと思ってるんだけど、ブルベのね、SR とか撮ってる人に、まあ、聞いたんですよね、いろいろね、コツを。そしたらやっぱ、ね、10分の1だとか、10分の2だとか、あとどのくらいだみたいなのを考えたりすると結構楽しいっすよみたいなことを言う人とかいたんだけど、ちょっとそれはね、自分に合わなくてね、もうね、気がめいるだけだったんですよ、僕はね。 もっと言うとね、最初の20キロの時点で帰りたいと思ってたし、ね、残り160キロぐらいのところでね、気づいたんですよ。あと10キロ走れば帰れるんじゃねと思った。要するに折り返し地点に立てば今度あと帰るだけだから、帰りてえと思ったら半分行けば帰れるってことなのよ。片道ルートじゃない場合をね、っていうのが分かって気づいた時にめっちゃモチベーション上がって、急になんか楽しくなってね、踏み切りになったみたいな、そんなのがありますね。はい、まあだからなんか200とかはまあ休日にさ、ロングライドするようなものなんですよね、感覚的に。だけど僕はまあ300とか400になるともう本当深夜になるから、まあ本当にね、一大イベントなんですよね。今プライベートの調整とかあんまり得意じゃないんで、なんで本当に一大イベントで、はい、今日もねマジで朝起きるのがもうすごいしんどかったんだけど、まあだけど例えば200とかじゃなくて100だとしてもね、まあでも80とかだとしても半分ね終わってしまえばあとは帰るしかないんで、うん、まあ行くよりはね、頑張って帰ろうというか、そういう気持ちになると思うので、まあ気づいたみたいなね感じですかね。まあこうやって気を紛らわしてね、いやでも帰れるってなったらもう急に楽しくなってきた本当に。はい、ということで二本松の埼玉の600走ってるらしいんですけどね、今ブルベ走ってる人たちが協力しながらっていうのはちょっと面白いよね。じゃあまた来週みたいな、ね、ね、TC3 かな、174キロ地点ですね。これはもう完全に折り返して上りも終わったんだよな。だからもうあとは下って帰って平坦だけですね。もうボーナスステージですよ本当に。もう上がったな、これは完全に。今日はなんとチャリダーの人たちがいるんですけど、初めてのブルベで300キロ出てるらしいですけどね。ただね、早いっす、マジで。
PC で追いつくんですけど、それ以外ではね全く追いつかないですよね。で、まあ、PC で向こうが先に出てってまた次の PC で会うみたいな。だからね、まあ10分違いますからね。まあそうですけどね、同じくらいなんで、そんなに早くもないんじゃないか。また出た、これですよ。今チャリであの人たちとね走ってんだけど、走ってるというか後ろ 300m ぐらい後ろいんのかな。あのね、早いし、撮影してるとマジめちゃくちゃ忙しいんで。いやもうね、登りは終了です。あと安全に帰るだけ。今何時だ、19時半かな。残り 65km、 最後の PC に向かってます。見てください、パチンコユンボ。以上 PC5、 最後の PC に到着しましたね。4じゃないですか。あれ、え、 4? 4あれ、 4? じゃあ PC4。 あれ、5ってないですか。ないです。あ、ないですか。じゃあ PC4 でしたね。グルベはそもそも4までしかないか。いや、300まで。あれ、グルベは3まであります。3まで、3ぐらいかな。いや、はい、あれに、まあそんな感じで。さあ最後の PC を出てゴールに向かいますが、ちょっとねペースが合わなくてね疲れたので、ここで岩清水さんとは分かって最後の50はフリーラン的な感じでのんびり走りたいと思います。自分のペースでね走りたいと思います。体が今ボロボロだよ、もう。まあ、あと50度からね、とにかく気を抜かずにね、怪我だけはしたくない。安全に走りましょう。いやー、びっくりした、今。なんか左見たら、白いもんが見えて、なんかすごい音がしたと思ったら、波でした。真っ黒だからさ。ベルト AR っていうバイクが多分なんですけど、雑に振るとね結構しんどいんですよ。まあ一応進むけどなんか進まないなって感じですよ。だけど力抜いて勝手に足が落ちてく感覚に任せると急にグンって進むんだよね。この感じがねもうたまんないんだよ、このバイク。でもひょっとしたらこのドグマとかゲスラックのタマックとかトレックのねハイエンドとかは同じような感じなのかもしれないよね。でもね、とにかくねめちゃくちゃ楽しいんだよね、このバイク。一回やっぱねいいバイクをね体験した方がいいってよく言ってくるけど、あれの意味がちょっとわかるよ、これ。日立駅、日立駅初めて来た、初めて来た。あーすごい、日立駅。いやー最後にさ、今もう残りさ8キロだけどさ、超絶激坂入れてくんのよ。それでさ、その後さ下るんだぜ。もうさ、いや分かるよ、でもなんかコース作る人ってさそういう風にさ楽しさあるよね、絶対ね。それがさ人によって愛情だったりするんだけどさ、いや分かるよ。分かるけどね、まあ良かったよ確かに。あの坂はさ、あ、ね、話のネタにもなるからね。いや人間ってやっぱ根本は意地悪だよな。あ、そう思うよ。もうね、ゴール前4キロなんですけどね、意地でも坂入れてくるんですよ。左は海で平坦なんですよ。意地でもね坂を入れてくる。わざわざね右折させて裏道に入らせて坂を入れてくる。これがだからね愛情なんだよ。はい、戻ってきたよ。でももう坂ね登る力がないんでね、ゆっくり登りますよ。はい、いやーでも俺ほんと400とか走れんのかな。自信ねえな、走れる気がしねえな。こっからさらに100キロでしょ。はい、ということでゴールが見えてきましたので300の振り返りを行っていきたいと思います。いやそれにしても動画編集をしていていろいろ思い出すと本当につらかったなと思いました。
400に向けて予行に使いたかったのですが、事前準備をする時間が取れず、準備不足すぎてあまりにこの300を有効活用できなかったというのが大きく、中でも1回あたりの休憩時間を事前に決めておけなかったのが大きかったですかね。あとやっぱり300という距離を誰かと一緒に走るのも初めてだったので、とにかく早く走りたかった岩椎さんと、とにかく楽に走りたい私とでは休憩タイミングや出力調整など全体に影響が出たかなと思います。私の場合は動画撮ったり SNS やったり飯山に途中報告したりも自転車の面白さの一部なので、100あたりまでならいいんですけど、300みたいな丸1日近くの長距離にもなると当然言動にも出てくるので、モチベーションにも影響するよなってことが分かりました。グループで走るメリットはやっぱりお互いに励まし合って楽しくモチベーションを上げるというのが最大のメリットだと思うのですが、ロングになるとここにも大きな影響が出てくるのがブルベでよく言われる一緒に走る難しさの要因の一つなのかと実感しました。俺でも真っ暗で本当映像見えてねえんだろうな。ゴッドちゃん頼むよ、もうちょっとでゴールだよ。やったーゴール。いや言い口わかんない。 OK ゴーゴール。疲れた。めっちゃ疲れたことないで。もうめちゃくちゃ疲れましたね。もう。あの最後の坂はしびれましたね。愛情を感じましたよね。あれは本当に。はい、ゴールしましたが、今回はねやっぱりいろいろ学びがありましたね。最終的にタイムは目標より2時間20分早かったのですが、ストラバの想定ワット数を見たら164出てて、平日に40キロの練習で出しているワット数よりも30ワット高い数値で7倍以上の距離を走り続けたことになるので、明らかなオーバーペースでしたね。と400の予行にはならないながらも確実に400に生きる学びはあったので、次の400の動画では実際にそのあたりが生きているのか確認したいと思います。いやー疲れた、疲れたな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。400は自信ないけど検討します。そうですね。じゃあ今日はこんなとこで、またね。またね。バイバイ。